ウーンデッド続きをプレイしていきたいと思います。この先ですね。まずここはガスマスクを、あれ、でダッシュで、この辺で鳥が、あ、もうガスでやられちゃってるんですね。前回はここの紙を取って、でこの先で死んだんですよね。いや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 、ライトか。このガス、あれ、こんなにガス出てたっけ。ダッシュで、これか。で、この黄金の、あ、奥のが閉じるんですね、これで。ここはじゃあダッシュで。誰かに引きずられて、足とかも。
ほぼだ。To give me a chance. Do as I say. Too early. うわ、まあ俺の右手が。エスケープザバンカー。あ、リサのこれチェックマークつきましたね。ファインドユアなんとか&エスケープザバンカー。このほぼっていう後ろからぶん殴るとか、出る場所があって、あ、悪いやつじゃないのかな。あ、なんか体に、なんだろう、今何取った。ヒューズをゲット。感じには見えないけれど、あれ、ほぼHide under the bed。 ここか。あれ、二人いる。ほぼが二人いる。で、一人は殺されたんだ。ここがガスが出てて。で、そこにヒューズを使えと。なんだろう、自分自身を作ってるのかな。
俺もほぼになってんじゃないのかな、もしかして。ここにまたハンドルを、これで、あー一番奥のはまだ、あ一番奥のがここを回せば止まるってことですか。うん、最後の最後に。マップですけどね。よくわからないな、これだと。あー、昔の、だいぶ昔の写真。真ん中の子供で、両親かな、あの顔は切り取られてる、削られてる感じですね。何か多分これがヒントなんでしょうけどね、どこのことを言っているのか。トラップセカンドフラワーです。わかんない、とりあえず頭に。これやっぱ自分自身を作ろうとしてないかな。うーん、左上の男の子だけ、それ以外は全部顔が、左上がじゃあほぼかな。なんかそんな感じですよね、顔のこの。隠れられる場所があって、とりあえずヒューズを。来てる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 。
ああ。さっきと同じですがトラップセカンドフラワーがです。うーわ、これよく考えた人すごいな。じゃあさっきの場所に、いない？お、後ろをついていって、あんまり追跡能力は高くないですね。その家に入る、部屋に入る、俺こっちに隠れる。今絶対見つかってるよね。どう考えても隠れるシーンを見られてるような。あら、隠れてさえしまえばOK なのかな。開けたりとかしてこないみたい。まだいた。まだいた今。そうそう、OK、分かってきたぞ大体。で今のうちに回す。ふっ、取り外すとか。落ちてる。取って。取れない。取れない。
しゃがむ。オッケー。ほう。とりあえず右足、左足か。を直したい。これセカンドフロアだと思うんですよね、ここが。エレベーターこれかな。すごくわかりづらい。多分こっから来てってことだと思うんですよね。自分自身を作り出そうとするために実験台にされた失敗作みたいな、ね、親指ないんじゃないかな、もう。あ、なんか落としたぞ。親指あるか。ヒューズ落としてくれたけど、とりあえず取らないで。ですね、本当によくわからない。外に出れるかな。
お？あ、助けてくれ。もうあれか、ほぼっていうのは警察もマークしてたみたいな感じですかね。うわー、待って、あ、お前も違う人を撃ったって分かっ、あれ、これもしかしてバッドエンドですか？ちょっとその英語だったっていうのもあるんですけども、内容がちょっと追いつかなかった、追いついていけなかったというか、はじめのその船の実行、で奥さん娘さんで、このほぼのこのつながり方というかがちょっとわからなかったですね。最後、まあ撃たれちゃったっていうことはもう向こう側から見たらパッと見自分がもうほぼっぽく見えたとか、それかもう人間っぽく見えなかったとかだと思うんですよね。普通の状態だったら撃たないと思う。後に普通のちゃんとした人間を撃ってしまったっていうことに気づいたみたいで、助けてく、開けてくれみたいなこと言ってましたけども、いやでもやっぱあれですね、得体の知れないものに襲われるっていうのはやっぱり恐ろしいですね。このあと何か続きが、
なさそうですね。うん、初めに戻って。これを選ぶと、ここですね。はい、はい、ではウーンデッド、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。